皆様、こんにちは。今回のユータイムズなんですけども、3つのね、ニュースをピックアップさせていただきました。まずね、1本目、イラン、ロシアに弾道ミサイルを提供、早ければ来週中に運用開始、ウクライナにとって大きな危機になるというのが1本目です。そして2本目、リビウ民家への空爆で7名が死亡、眠れないポーランド軍、ついに迎撃を決意というのが2本目です。そして3本目、ウクライナ内閣改造を、指導、6名の官僚が辞表、何が変わる政府の真意はということで、こちら3本目に関してはコメント欄の方にもね、皆様から、取り上げてほしいということが書かれていたので入れさせていただきました。もしよろしければね、チャンネル登録、いいねもね、押していただけると助かります。そして、まず1本目、イラン、ロシアに弾道ミサイルという、ニュースなんですけども、このね、イランが弾道ミサイルを提供するっていう話は以前からありました。で、すでに北朝鮮の、ミサイルがウクライナに、使われててですね、で、今回イランに提供されるものっていうのが、北朝鮮のものよりも高い精度だっていうふうに言われてます。そしてもう一つは、飛行距離がね、北朝鮮よりも遠くまで飛ぶもので、まあ、700キロ、900キロのね、ものがあるんですけど、どちらがね、提供されるかはまだ分かってません。で、北朝鮮はね、地上の台から発射するようなものになってるんですけど、このイランのものに関しては移動式になってるので、非常に利便性が高くて、いろんなところからの発射が可能になるということで、かなりね、ウクライナ苦戦するんじゃないかなっていうふうに言われてます。で、ポイントなんですけど、やっぱりね、ウクライナが今保有しているパトリオットで迎撃できるかですよね。ドイツなんかもすでに新しい地対空の装置、確かね、5台か6台かな、ウクライナにアイリス・ティっていうのを、支給するっていう話があって、で、自国でもさらに6台、軍の強化をするっていう理由で購入の発表をしてるんですよね。で、まあ今、ウクライナの中にあるパトリオットが確か5台か6台ぐらいしかないんですよね、現実的に。で、日本で言うと、例えば百何十台ある状況なので、なかなかね、ウクライナ全土をカバーできないし、今、ウクライナ、いろんなところ、攻撃受けてます。ポルトワもそうだし、スームなんかのね、大学が着弾を受けたっていうこともあるし、直近だと今回取り上げるニュースの中で、リブ、こちらの方もね、攻撃を受けましたし、本当に弾道ミサイルの迎撃率っていうのは、精度が低いとされる北朝鮮のものですら、5%を切る4.5%ぐらいなんですよね。ですので、まあ、これが非常にウクライナとして苦戦するポイントかなっていう内容になってます。で、このね、イランがなんでここまでロシアに歩み寄るというか、ロシアの味方をするかっていう部分なんですけど、イラン、原子炉の建設をずっと進めてて、2011年に初の、ね、原子炉、確か1000メガワット級のものを一つロシアの支援で建設してて、今2期目ね、350か400メガワットかな、ちょっと間違ってたらあれなんですけど、そちらのね、今完成させた以降で、で、ウランの濃縮っていうのもすでに完了してて、あとはそのロシアから提供されるいろんなパーツであったりとか、そういう技術的な部分が完了すれば OK っていう状況になってて、で、これが非常にイランとして欲しいので、ロシアに頼ってると。で、まあ、ちょっとその話を続けたいんですけど、その前にまずね、この弾道ミサイルが提供された時に、一体ウクライナどこが攻撃されるのっていう話が多分皆さん気になると思うんですけど、こういうマップがあります。これね、クリミアに置くか、このベルゴロド方面に置くかでまた内容は変わってくるんだけども、どちらにしても、ほぼほぼウクライナ全域が攻撃の対象になってしまうんですね。もっと言えば、移動させることも可能なので、まあ、ウクライナ今、クリミアへの攻撃をつ、あのー、強めているので、もしかしたら、ロシア領土内から、攻撃されない地点からやるっていう可能性はあるんだけど、ただ、移動式になるので、どちらにしても、都度場所を変えながら、攻撃することが可能になります。まあ、もちろんね、あと、どれぐらいの、ミサイルの数を提供されるかっていうことも、一つのポイントにはなるのかなっていうふうに思います。で、さっき言ったんですけどね、まあ、信じがたいって言ったらおかしいかもしれないけど、
結構ね、そのリーダー国、世界を主導するリーダー国があって、で、その主導するリーダー国につくいろんな属国と呼ばれるような、まあ属国でなくても実質支配というかね、政治をコントロールしているような国があって、で、例えば、まあ欧米で言えば、イスラエルなんかはアメリカだし、ウクライナも今もアメリカに頼ってる部分があるし、まあ日本もアメリカとの関係っていうのは非常に強くあるっていうことがあるんですけど、一方で、そこに対立する形で独裁国家で形成されるようなコミュニティっていうのが日に日に関係値が強くなってて、前回ね、モンゴルの話もお伝えしたし、あとカザフがね、欧米に今揺さぶられてるっていう話もさせていただいたんだけど、イランはやっぱりソ連との関係性が非常に強くて、で、その後はロシアなんですよね。で、管轄下で言えば、マフィアの、なんていうのかな、島みたいな形になってて、で、一応イランはロシアの、傘下なんですよね。だから欧米は簡単にはイランには手を出せないっていうことで、で、イラン今回の弾道ミサイルを提供すれば欧米の制裁がかかるんだけど、その制裁の部分でも、欧米はちょっとどうするか迷ってる部分があってっていうのも、ロシアともう約束してるんですよ。そのお互いのこの国は僕ら、この国は我々みたいな形で。で、今回この弾道ミサイルを提供することで、形上は、イランに制裁をかけないといけないんだけど、ただ実質は、プーチンさん、ロシアが、まあすごくダダをこね出すというか、メンツ丸つぶれみたいな形になってしまえば、顔が立たなくなって、結局今までのそのロシアと欧米との間の取り決めっていうのが全部流れる可能性があるんですよね。だから強い体制には出れないっていうのがあって、で、イランももうその独裁国家っていうかそっちの方向性で進むっていうことはもう決めてるから、イスラエルとのね、対抗勢力でもあるし、だから結構ね、ここって、まあ、難しい問題なんですよね、実は。ただその中で、ウクライナとして、このイランの弾道ミサイルが提供されるっていうのは非常に大きなピンチで、迎撃できるかわからないし、できたとしても大きな、消費、パトリオットのミサイルの消費につながるし、あれってすごく高いんですよね、一発一発。確か200万ドル日本円で3億円ぐらいしたりとかするんですよね。だからまあ結構そういう部分では難しいのかなっていうことで、で、一応早ければもう今週末、来週初めぐらいには運用、使用がされるんじゃないかって言われてて、で、ロシア自身の弾道ミサイルの数も少なくなってて、で、北朝鮮から提供されるものもそんなに数が多くないっていうのがあるので、だからイランの弾道ミサイルに頼ってるっていう部分はあるのかなっていうふうに思います。まあ非常にね、ウクライナにとってはこれはネガティブなニュースで、多くのウクライナの軍事エキスパートの人はかなり危機感をね、情報で発信しているような状況です。で、二つ目のニュース、リビウ民家への空爆の件なんですけども、こちらね、西部リビウ、ポーランドとの国境沿いの街ですね。このリビウって非常にポーランド自身が自分たちが作った街だみたいなことを言ってて、ソ連時代も結構長い間パルチザンと呼ばれる現在の政府に対する反発を持った人たちが秘密裏に拠点とかを作って活動してたような地区で、で、ポーランドが非常にここに力を入れてたので、まあ自分たちがこの街に対してすごくお金を支援してたりとかもしてるし、非常にポーランドとの密接に関係する街です。で、ここに対して、まあ、巡航ミサイルとかドローンによる空爆っていうのが起きて、7名が死亡してます。このうちね、子供が3名。で、負傷者はね、47名。もしかしたら50名近くまで行ってる可能性ありますね。ちょっと報道がまだ確定してないんですけど。で、今回ね、すごく衝撃的なエピソードだったのは、家族がいてね、旦那さんと、奥さんとあと子供たち、で、5人家族。で、旦那さんがスーパーかなんかにちょっと出た隙に、このミサイル攻撃っていうのが起きてしまって、で、子供たちで妻を含めた4名、だから旦那さん以外の家族全員死んじゃったっていうね、映像があって、で、その男性が
泣き崩れてる映像であったりとか、まあ、ちょっと血がかなり出てたので、僕 SNS での投稿であったりとか、今回のこの資料の中に入れなかったんですよね。規制になっちゃう可能性があるので。ただ非常にショッキングだし、あと僕何度も感じてるんですけど、本当に神様みたいなね、存在があって、それがこう操ってるケースっていうのが結構あって、例えば、通常であればその建物の中にいるはずなんだけど、そのタイミングで例えば電話がかかってきたとか、誰かに呼ばれたとか、なんか急な用事を思いついたとか、それこそ例えば車のブザーが鳴ったりとか、それで出たらそこに着弾が起きたとか、逆にその逆のパターンもあって、本来そこにはいないはずだったんだけど、そこに行ったことによって着弾に巻き込まれた人とかね。だから本当に運命のいたずらって言ったらおかしいけど、そういうのが戦争では非常に毎日感じてて、で、今回のケースも、この男性が、まあ、出て一人残った。まあ、非常にこれ悲しいケースで、残る方が辛いなって僕は思うんですよね。一緒にね、こう旅立っていく方が僕は幸せなんじゃないかなって個人的には思っちゃうんですけど、残される方が残される方でしんどいし、今回みたいになったらもう一生ね、そういうトラウマが続くから非常に辛い部分はあるのかなっていうふうに思って、想像を絶するような心境の中にいるんじゃないかなっていうふうに思ってます。すでにね、この男性の、募金箱っていうのが設置されて、ウクライナの銀行って募金箱っていうのが設置できるんですよね。で、そこにウクライナ国民が、思い思いの金額を振り込んで、で、その金額をその目標に、個人個人が使うっていうのがあって、僕ら日常茶飯事それを利用させていただいてるんですけど、もうすでに彼の、その家族募金みたいなものが提供されて、で、そこにいろんなね、お金が振り込まれてるみたいなので、まあ、いろんなケアはこれから受けてもらうんです、受けるような状況にあるんですけど、ただぜひね、今のこの気持ちを、世界各国に情報発信して、どれだけウクライナがね、地対空の設備とか、そういう装置ね、必要としてるかっていう部分を伝えてほしいなっていうふうに思います。で、ちなみに今朝、これ今9月4日に撮影してるんですけど、この日ね、ドローンとミサイル攻撃があったんですけど、まずね、全部で、ウクライナ軍が迎撃できた数っていうのが、ドローン29機中22機。で、イスカンデル K っていうのがあって、これ巡航ミサイルですね。これは3発中3発迎撃できました。KH-101 という巡航ミサイル。これが6発中4発の迎撃でした。で、KH-22。これはもうほぼほぼウクライナ一度も迎撃できたことがないミサイルで、ドニプロ、ハルキウ、ああいうところにこういうのが降り注いでくるんですけど、これは2発中迎撃できたのは0。そしてキンジャール。こちらが2発中0。こちらも弾道ミサイル。なのでね、やっぱり弾道ミサイルであったりとか、この KH-22 みたいなものを使われると、ウクライナの迎撃はもう不可能っていうね、内容になってしまってます。で、今回のこのケースで、やっぱり一番ウクライナとして世界に伝えたい内容っていうのは、やっぱり地対空の装置、例えば NATO サミットで各国がウクライナに対して支援しますよって約束した部分があるんですよね。それが滞ってる。ずっと到着してないんですね。で、ゼレンスキー大統領もクルスクの件で非常に大きく懸念を発表してて、とにかく物資、兵器、そういう地対空の装置が届くのが遅いっていう話をずっとずっとしてたんだけど、まあ、結果的に今こうやって、ロシアが無差別にね、今回民家でしたから、ポルタワとは違う。まあ、ポルタワも言えば教育機関ね、軍関連であっても教育機関。で、今回はもう完全に民家だから、で、一応、建前上ロシアは整備工場かな？なんかその軍関連の整備工場を狙ったみたいなことを言ってるんだけど、まあ、この建物の中に整備工場はないから、まあ、命中の問題っていう、一応、その説明はできると思うんだけど、でも、それにしても、ひどいなっていうのは、思ってます。なのでね、できるだけ早く、こういう内容を通してね、世界に、これを知ってもらって、実は、例えばドイツもずっと支援、アイリスティの地対空を支援しなかったんだけど、キーウのルーマニア大使館かな、かどこかが、着弾があった時に支援を発表したんですよ。
だから今までずっとそうなんだけど、結局ずっと支援支援しないしないなしないっていうのが続くんだけど、大きな迎撃が続くともうそれに引っ張られるような形で、世界が支援しないといけない方向性になるので、もう起きてしまったことは仕方がないことなので、これを機に早くね、支援の方向性に切り替えてほしいなっていうのが率直なウクライナの今の気持ちです。で、これに伴ってですね、9月1日2日の時もそうだったんですけど、ポーランド軍が、こういう投稿をしてます。ウクライナへの空爆時にポーランド軍及び同盟国軍機の飛行で大きな騒音が起きるかもしれないと。迎撃の際は理解をお願いするっていうね、投稿を発表してて、で、ポーランドはドローンが飛行してきた時とかに、あれは、まあ、いろんなシナリオがあるんだけど、最終的にはあれは未確認飛行物体、つまり UFO かな、みたいな。だから、迎撃するかしないか僕らは分からなかったんだ、みたいな。あと天候不良だから迎撃できなかったんだ、みたいな。で、直近で言ったら2日か3日前に、これ僕も大笑いして、あまりにもちんぷんかんぷんで、ポーランドの中で、そのロシアのドローンとか飛行してきた時に、迎撃することに賛成か反対かっていう投票をどっかのメディアがしたらしいんですよ。それで、6割の人が迎撃してもいいかなっていうような、なんかそういうぬるい僕らからすると投票してて、僕らからするともうウクライナが耐えれなくなったらポーランドは次攻められる国だから、そんな投票してる場合じゃなくてもっと危機感を持てよっていうのがウクライナの本音なんですけど、ポーランドはまだぬるま湯に浸かってるような状況で、これには介入したくないみたいなね。ただ、今回リビウ、さっきも言いましたけど、ポーランドにとってリビウは非常に重要な街で、もっと言えば、ウクライナがもし、分裂するような状況になれば、ポーランドはリビウを自分の街にしたい考えがあるんですよね。だから、ポーランドのコメントとして、もうそのリビウの復興は我々が手伝うよっていう、かなりウクライナにと対して強気な発言をしているポーランドなんだけど、リビウの復興に関しては僕らが支援しますよっていう内容を発表してて、かなりこれは痛い、ポーランドにとっても痛い、内容になってます。なのでね、まあポーランドも結局、もっと早いタイミングでポーランドの領土内に入ってきたドローンとか、そういうものをポーランドが迎撃してれば、ロシアもじゃあ、そのポーランド近郊の着弾とか攻撃はやったら、ポーランドかなりこうロシアに対して嫌な気持ちになるから、それはしないっていう状況だったんだけど、ポーランドがなあなあな行動発言ばっかりしてるから、じゃあロシアももっともっとそこの地点を狙って攻撃してもいいよねっていう方向性になってるんですよね。今まではそこまでしてこなかったから、でも今回はもう完全に民家だからね。だからやっぱりしっかりとその場のタイミングで一つ一つ修正をかけていかないと、状況がどん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 、だってもうすでにベラルーシの領土内にもドローンが飛行してます。ポーランド側にも飛行してます。ルーマニア側にも飛行してます。で、ルーマニアは逆にポーランドと対抗する勢力なので、ポーランドがノーだったらルーマニア大体イエスなんですよ。で、ルーマニアってモルドバとも密接につながってて、まあ、お叱りを受けるかもしれないけど、基本的にはルーマニア、モルドバって、まあ、こう、一つの国、みたいな、歴史的背景もあるので、結構ね、モルドバが危機的状況になると、ルーマニア結構助けたりもしたりもするから、だから結構ね、そういう、まあ、関連性があるんですよね。だから、ルーマニアがウクライナのことを結構、積極的に支援してるのは、ウクライナのことそこまで好きっていう感情よりも、ポーランドに対抗するっていう気持ちと、そうすると自分たちが攻められるかもしれないっていう気持ちがかなりあるから、応援せざるを得ないっていうね、状況です。で、そこに対してポーランドはまだ、自分たちの歴史的な状況を変えたりとか、で、もっと言ったら、結局ロシアが掘り返しをしたじゃないですか、ウクライナ戦争で。例えばクリミアは自分たちの土地だとか、そもそもウクライナは自分たちが作った国だみたいな、まあ事実は違ってて、ウクライナから独立したのがロシアなんですけど、ただそういうことが OK されたから、モンゴルでもそういうことが起きてるし、
他の国でもそういうことが起き出したし、ポーランドもそれを掘り返してるし、ハンガリーはハンガリーでまたそれを掘り返してるし、だから一度そういうのが一つの事例として OK されると、世界がもうその無限の昔の歴史の修正のループに入っちゃうんですよね。自分に都合のいい形で。それで世論が動いて、その世論で自分たちが政権を握るっていうことができたりするので、だから僕は何度も言ってるんですけど、今回の戦争は、ウクライナ個人のメリットじゃなくて、ウクライナと紐づいて世界の歴史がひっくり返るかもしれない、大きなターニングポイントなので、だから各国しっかり対応してくださいねっても何度も何度も言わせていただいてるんですけど、それが実際に今いろんなところで起きてて、で、歴史を一度触り出すと、もうみんなが芋づる式でこう繋がってるので、全ての国がその影響を受けてしまうっていうような内容です。はい。そしてね、3本目、ウクライナ内閣改造を指導、6名の官僚が、辞表、何が変わる政府の真意はっていうね、内容です。今回ね、ウクライナの副首相と官僚の計6名が最高議会ですね、に辞表を提出。理由はね、現時点で明らかになっていません。ゼレンスキー大統領がビデオ演説で、必要な結果を達成できるよう国家機関を整えなければならないと、人事一新の必要性を強調したっていう内容です。日本でもね、結構有名だと思うんですけど、この左上の、カムシンさん、もともとね、ウクライナ鉄道のトップだったんですけど、今はウクライナの、国のアプリ、ウクライナって携帯で、すべて、例えばパスポートとかマイナンバーとか運転免許証とかそういうのが全部アプリでできるんですよね。で、そういうアプリとかを作ってて、直近だったらウクライナ軍のアプリを作るとか、あと招集対象の人がそこに登録をしないといけないアプリを作ったりとか、まあそういう結構ね、デジタル的なものをずっとやってた方なんですよね。で、それがまあウクライナ鉄道行って、で、そこから出て行って、今はまた違うって、まあその人も辞任するし、あと皆さんおなじみのクレバ、外相も辞任をするっていう方向で、で、それ以外にも、ウクルエネルゴっていう電力会社ですね、ウクライナの国営の、それのトップも、少し前、2日前ぐらいに、辞任、辞表を出してて、それもね、クビになっちゃったんですよね。で、まあ、これだけ大きな、いろんな、この辞表の嵐が起きてるんですけど、どういうことが起きてるかというと、まず一つ目。ウクルエネルゴの件で言えば、ミサイル攻撃を受けた時に、ウクルエネルゴの、変電所があるんだけど、その変電所に、上から、コンクリの壁を作って、迎撃に備えるための設備を作るために、ものすごい金額を政府が支給したんですよ。ね、それで、守って攻撃を受けずに電力供給が一定にするようにっていうのがあったんだけど、今回の攻撃で全くそういう防衛設備、エネルギーインフラの防衛設備っていうのが建設されてないっていうことが判明してしまって、で、その責任を問われたんですよ。で、ウクルエネルゴのトップの給与って1ヶ月日本円にすると900万円ぐらいあるんです。で、もうべらぼうに高い。大統領よりも全然給与は高い。だからに、え、えっと、年間にすると1億円ぐらい、の収入をもらってる状況です。で、一応そのウクルエネルゴの説明では、なんでそんな金額が高いかって言ったら、まあやっぱりエリートのトップマネージメント層、そういうレベルの仕事をできる人は、それぐらいの給料を出さないと、民間の給与体系と勝負ができないっていうことで、それだけの、まあ、べらぼうな報酬を払ってたんだけど、それにしてもウクライナの電力事情っていうのが全然良くならないっていうことで大きな議論になってたし、それに伴って今回ミサイル攻撃あった時に、何十億グリブナ、だから日本円にすると500とか億、600億とか、もしかしたら1000億ぐらいの金額がその防衛設備に支給されてたんですよね。でも結局、全然それが実施されることなくで、実施できない会社は切って次の会社を入れないといけないんだけど、結局実施できなくてもその会社の、契約を延長してたんですよ、ウクルエネルゴが。だからこれもグルですよねと、その会社と。だから入札も何もない状況で、まあ一応形上の入札はあったんだけど、事実はその入札公募っていうのは決まってて、そこはやるっていうことで、以前ウクライナ軍でも同じようなシステムがあったんだけど、結局その官僚たちが、バックマージンもらったりとか、
自分がお世話になった派閥の企業さんを斡旋したりとかって、まあそういう事実がいろいろ出てきてます。で、これ同じような状況で、今ドネツクのポクロンシクなんかが非常に陥落間近で、今日も映像の中で、そこから現地住民がドニプロの方に避難する無料のね、鉄道を、ウクライナ政府が提供したんだけど、そのポクロンシクでも、ね、防衛設備、そのウクライナ軍が、地下の安全なところにいながら、ロシアの軍に対抗するための設備っていうのが建設されてなかったんですよ。形上、書類上は建設できてる。で、実際見に行ったら、なんかそれっぽいものあるんだけど、もうすぐ崩れたりとか、実用性がないものだったりとか、そもそもあるところにそれがなかったりとか、めちゃくちゃなんです。で、そういうことも踏まえて、今回この内閣改造っていうのを、まあ、ゼレンスキー大統領が発表してるっていうような内容です。ただ、さっきも言ったんですけど、それぞれの官僚自身が最後の記者会見に出て、なんで自分が、辞表を提出したかっていう説明一切ないんですよ。大統領自身がそれを説明する場もないし、首相とかがそれを説明する場もないし、つまりウクライナ国民はなんでそういう人事なのかっていうのが一切説明ないんですよね。で、これウクライナからすると、政府とウクライナ国民の対話がないよねっていう流れにつながってきて、まあ、そういう内容のユータイムズのお話は今までも何度もさせていただいたんですけど、とにかく我々何がウクライナ国内で起きてるのかっていうのは一切説明がない。で、政府としては、自分たちが説明しないのは、ロシア内にその情報が、漏れるっていうことを懸念してると。戦争だからね。でも、国民として全く対話がない中で、実質、ウクライナ政府が誰かに何かを説明するって言ったら、欧米のパートナーか、欧米のメディアなんですよ。そこの突っ込みには、答えないといけない。でも、ウクライナ国内のメディアとか、そういうソースとかは全て政府コントロールしてるから、そういう必要はないっていうことで、国民は見捨てられている形なんですよね。で、これ非常に僕らとしては大きなクエスチョンだし、今日ね、議会があって、一応3名の辞任が可決されたんですけど、クレバ外相の辞任は可決されてない。で、本来であれば可決する予定があって、で、その可決されなかったから、ゼレンスキー大統領が国民のしもべと、これゼレンスキー大統領が作った政党なんだけど、大多数で今の議席を確保してる党なんだけど、仲間割れであったりとか脱退者が相次いでて、もうその残りのメンバーだけでも投票ができなくなってて、で、残ったメンバーも、その政府の方針、ゼレンスキー大統領の方針に、歯向かう人が増えてるんですよね。で、今回もその可決ができなくて、で、夜、緊急招集をかけるっていうような形で、だからね、要するに、もうごちゃごちゃなんですよ、中が。もうね、仲間割れ、派閥間争いで、今のゼレンスキー大統領も結局もう、全てのコントロールっていうのができなくなってるんですよね。で、まあ、そういうこともあって、非常にこれからどうなるのかっていうのは見ものです。で、じゃあこの件に対して辞任が発表されたことで、ウクライナ国民が大きな期待を寄せてるかって言ったら、もう結果ノーなんですよね。これ非常に重要なんですけど、基本的に、人が変わっても何かそれで大きなシステムが変わることはない。で、なんでかって言ったら、実はね、すべての権限っていうのは大統領府が今握ってます。戦争始まる前からもう大統領府の権力っていうのは強かった。だって、国会の大部分の議席を大統領の党がカバーしてて、で、さらにその党首が今大統領になってるから、両方で力を持ってる状況で、ウクライナの場合大統領議会制なので、議会だけが承認しても大統領承認しないと物事進まないし、大統領だけ承認しても議会の承認がないと進まないんですよね。もともとは大統領の全部決めれたんだけど、派閥間争いっていうのが起きて、政権がその議席を握れなかった時に、まあそういう50、50にしましょうっていう内容になって、で、それが続いてるんだけど、ゼレンスキー政権は全てのその権力を握っちゃったからね。大統領になる時に。で、全面戦争が始まってから、そのゼレンスキー大統領のナンバー2って呼ばれるイエルマックさんっていう方がいて、で、この人がもう実質、国のトップなんですよね。影の指導者で。ゼレンスキー大統領は表に出る指導者。その裏は、すべて、だから、芸能人とマネージャーみたいなね、プロデューサーみたいな。で、プロデューサーがイエルマックさん、で、芸能人、タレントの方がゼレンスキーさんっていうね、こういう構図になってるんですよね。
だから、イーロン・マスクさん自身が全てを決めるんですよ。で、その一言で全てが決まっていくので、だから、今回、例えば新しい官僚になったところで、システムが大きく変わるかって言ったら変わらない。その官僚が活躍するかって言ったら、それはもう最初から出来レースになってるから、だから国民正直この官僚が変わったっていうことで大きな期待は寄せてないんですね。野党派の議員がここになることはないし、なったとしても、いろんなところからストッパーがかけられてしまって流れが進んでいかないっていうことで、だからそもそも今の政権を変えないと、ウクライナの今の偏ったシステムっていうのはこのまま続くっていう内容に、あります。で、さっきも言ったんですけど、国民の見解はチームポジションのローテーション。いろんなメンバーがいるから、今の政権としては、それぞれのメンバーにひな壇を用意してあげないといけないんですよね。で、そのひな壇、みんながみんなに全て用意できるわけじゃないから、だからローテーション制にして、例えば半年間この人、1年この人みたいなので、それが変更になったら次この人みたいな、この人みたいな。多分それです。まあこれからちょっと動き見ていくんですけど、現状の分析はいろんな人の話を聞いた上で、現時点で出せる答えはその内容になっているので、なかなかね、ウクライナ国民としては大きな大きな期待は、寄せれない部分になります。で、戦争がない時もやっぱり権力って非常に重大なんですけど、戦争になった時に、戒厳令っていうのが発令されるから、その発令された時に選挙権ないんですよ。要するに選挙は全てストップ。で、国民の権限もないんですよ。要するにその言われたことは、守らないといけない。で、守らなければ罰せられる。で、日に日に、戦争してるから、ロシアに対抗するため、戦争中だからっていう理由で、すべて片付けることができるんですよね。で、何かネガティブなウクライナ国内の報道があっても、それはすべてロシアのプロパガンダだっていう一言で片付けるんですよ。それが最初の頃は僕らも信頼してたんだけど、今になったらもう、ちぐはぐで、あたふたしてて、もうすべてが分かってるんですよね。もうそれ出来レースだって。もちろんロシアのプロパガンダもあるんだけど、政府に便利じゃないことは全てロシアのプロパガンダで片付けてるっていう事実もあるので、そこに対してウクライナ国民は正直ね、信頼を寄せてないっていうことで、ロシアとの戦争もあるんだけど、ウクライナ国民はウクライナ国民で、早く今の政権を変えて、新しいちゃんとした人たちが来て、いい方向に国が進んでいきましょうっていう内容です。で、さっきも言ったんだけど、防衛設備なんだけど、もうね、戦争11年目なんですよ、ウクライナ。だから、そういう防衛設備、防御壁であったりとか、あと戦闘機が着弾を受けるかもしれないということで、本来であれば崖とか地下の部分にそういう収納庫みたいなのを作ればいいんですよ。ソ連時代だってあったし、NATO もそれあるし、アメリカだって持ってるし、崖の中を切り抜いてシェルターにして、その中に戦闘機とかを隠して、それであればどんな着弾があったとしても、極論言えば核兵器が落とされたとしても全然問題ないんですよ。じゃあその建設をウクライナ軍がしてるかって言ったら、8年間のドンバス戦争でもしてこなかったし、今もう戦争2年半ですよ、全面戦争。それすらやってない。だから、例えば、ポルトバの件もそうですけど、結局そういう、兵士の予備軍みたいな生徒たちが集まったタイミングで着弾を受けるっていうね。だからそれも問題だし、そもそもポルトバの、情報大学の件もそうですけど、軍事施設であったりとか重要なところっていうのは、電子防御を備えておかないといけないんですよ。で、この電子防御、今いろんなところで、ウクライナ国民がお金を部隊にドネーションして、部隊自身が購入してやってるんだけど、電子防御っていうのはドローンが飛行してきた時にコントロールを失ったりとか通信が途切れたりする、まあ電子バリアなんですよね。で、キーウの大規模空爆の時もそうだったんだけど、ポルトバの時もなんでああいうタイミング、朝礼のタイミングとか、一番こうウクライナって不利なタイミングで攻撃できるかって言ったら、ロシアが偵察用のドローンをずっと飛行させてるんですよ。で、これはキーウの部隊から聞いたんですけど、結構ね、上空2キロとか3キロ地区にそのドローンが、ずっと飛行してるんです。3時間、4時間、5時間とかね。で、結構ちっちゃいんですよ。で、上空上にあるから、その迎撃の部隊はそれ迎撃できないんですよ。だから、
そういうドローンがずっと見つめてる状況で、一番人が集まったタイミングで、例えば弾道ミサイル撃ったりとか、攻撃したりとか、その逐一上から全ての情報を見てて、で、ポルトでもどうも同じようにそのドローンが上から見てた。だからなんかね、新しいドローンを多分中国が提供したのかなっていうふうに僕らは予想してるんだけど、パーツかな？ドローン自身がちょっとそこはわからないんだけど、ただ上からそうやってね、結構距離ありますよ。ロシア国境からキーウとかって言ったら。でも、そんな状況でもそういうドローンが飛行できて、それが、迎撃できないウクライナ軍の実情っていうのがあって、結果的に被害が拡大すると。で、じゃあそういう電子防御システムに対してお金を出してるかって言ったら出してない。兵士自身が自分たちで買い集めてるみたいな状況。で、しまいにはポルトバでそういう軍事施設ですら防御されてないみたいな事実があって、で、戦闘機も守れるような基地が建設されてない。国民が逃げるような新しい、シェルターが開発されてるかって言ったら開発されてない。だから、もちろん欧米が支援をやってないとか、兵器が提供されるのが遅いとか、いろんな理由はあるんだけど、それ以上にウクライナ内部の問題は深刻で、それを変えようとしない今の現政権がいるから、多くのウクライナ国民は自分たちにばっか負担がいってて、もちろん評価してる部分もあるんだけど、それ以上に、おかしくない？戦争もう3年目でしょ？って全面戦争。ドンバスから数えたら11年目でしょ？それでそういうものは準備しないの？どんな方向性を考えてるの？みたいな。だからウクライナ政府軍としても、やることを全部やった上で国民に負担だったら、ウクライナ国民も理解できるんだけど、やることやってないでしょ？っていうのが、まあ世論として今大きくあって、大きな問題になってます。はい、ということでね、ちょっと長くなってしまったんですけども、今回の、U タイムズは3つのね、ニュースをピックアップさせていただきました。今回もね、見てくださってありがとうございます。最後になりましたけども、チャンネル登録、いいね、ベルマーク、そして動画のね、シェアをしていただけると助かります。今回もね、ありがとうございました。